ケネディの分類は1928年にケネディが発表したシガ部分欠損の分類法である。1955年にアップルゲートがこの分類の不明な点を明確し、それに対応する8つの法則を発表した。現在ではアップルゲートの法則を適用した分類法が世界的に使用されている。現存する派の広報に、 両側性の欠損が存在するもの現存する歯の後方に、片側性の欠損が存在する、の片側性欠損領域の前方と後方の、両方に歯が存在するもの現存する歯の前方に、正中線を越えて一つの欠損領域を持つ、もの分類は、抜死によって変わるので、前処置後に行う。第三大休子が欠損しており、その領域を、 補鉄修復しない場合は分類の対象としない。第三大旧子が存在し、次第場として用いる場合は分類の対象とする。第二大旧子が欠損し、その領域を補鉄修復しない場合は、この欠損領域を分類の対象としない。同一子列内において2箇所以上の欠損がある場合、最後方の欠損領域により分類を決定する。分類を決めた。 欠損領域以外の欠損は、その9の累計として、その数によって表す。累計は、欠損領域の数によって決まり、欠損領域の広さには、関係がない。両側性で、単一の欠損領域である方級の後方に、欠損がある場合、後方の欠損に対して、先に9が決定するので、方級には累計は存在しない。ありがとうございます。